こんにちは。未来日記をお持ちしました。ありがとうございます。田中さんの前JK祭です。沖縄県の那覇市出身、大学生でアパレルのバイトをしています。 若松拓人、24歳、北海道小樽出身です。職業が、料理人で4年目です。未来日記です。この未来日記には明日の一番最初の日記と一番最後の日記が書かれてます。はい、読んじゃっていいですか。はい。 7月1日、横浜を訪ねたあなたは運命の相手と突然出会う。え、運命の相手、運命の相手と突然。いや、もういきなりです。いきなりか。じゃあ次めくっていただきます。はい。 初めての共同作業を終えた二人の前には一輪のひまわり。ひまわりの花言葉は一目惚れ。一目惚れとかしたことないです。<笑>一目惚れするんですね。まずどんな人なんだろうっていうのがやっぱ気になりますし、今ひげあるじゃないですか。はい。だから、 これって剃った方がいいのかなと思って、その相手の印象的にも多分ヒゲってそんな良くないですよね、男の人のヒゲって。剃っちゃおうかな。